はい、どうも、こんにちは、レイです。今回は、冨安選手だけで、やったらヨルダン代表に、勝てるのかっていうことをやっていきたいと思います。そしたら、フォーメーションも書いてあるんでね、キックオフ、試合ね、開始していきたいと思います。冨安カジキル軍団対ヨルダンが始まりました。革新的な外観を持つスタジアムはスタンドからの見やすさにも定評があり、世界中からフットボールファンが訪れています。いやさあ前半見ていきましょう。まずか日本対ヨルダン、そうエキシビションマッチが始まりました。北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、いや本当に3トップなのよ。期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね。やはりまずは来たシュート、アイパー、オーケー、オーケー。いや、やっぱ抜けなくて強いね。めっちゃ遅いけどやっぱり強い。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、いやいいね。になりますか。いや、中盤全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ギリギリのめっちゃいいシュート、カウンターアタックですよね。トミヤス、みんなトミヤスだから分かんない。早い段階で先制しました。いや、目が覚める一発になりましたよね。いや、これはそうだろう。さらに主導権が握りやすくなりましたしね。はい、このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかし、いい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。どうしてスルーパスを狙う。OK、ゴー !OK! いいね。連続ゴール。連続ゴール。素晴らしかったですね。いや素晴らしい、ね、出しても受けてもバッチリでしたよね。本当に素晴らしい、いいよ。いや、ディフェン、あのね、センターバックだけはいい。センターバックサイドだけは別にこいつはね。さあ日本、さらに1点を追加し2対0としています。いや、さすがにこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね、危ない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 、このぐらいからな、冨安。裏へ届くか、自分で行く。まあ、あれはしょうがない。ここはキーパー処理しました。あれはしょうがないね。いや、よし。長いボール縦に入れます。縦。で、カットバスケ。うわ、やばい。スルーパスを出す。さあカウンターのチャンスになります。これは来た、しっかり戻して、おっ、プレス、ゲーゲンプレスで、もう OK、 OK、 冨安、 OK、 冨安、スペースを狙った、抜けてくる、狙ってんだけどね。これはコーナーキック。いやー、ここはめっちゃ簡単なんだよね。やっぱり。日本。これはキーパー。いやー、そっちじゃなかったんだよ。ハーフで。サイド。やばい。これはまずいよ。激しいボールの奪い合い。あ、やべ、ファールだ。ファールだ。冨安、ここはファールです。よし、まあ2対0だね。前半終了の笛が吹かれました。 OK、 よし、このままね、後半行こう。日本としては自分たちの時間帯にしっかりと得点を重ねることができましたね。いや、さすがにね、得点の形は非常に良かったですが、ヨルダン代表ぐらいだったらね、勝てるかなっていう読みが当たった。続けていくことですよね。いや、ちょっと弱すぎたな、これ。日本対ヨルダン、日本が2点を先取して折り返します。うわ、後半ゲームはスタートしています。さすがにね、デュエルだったもんね。クリア、デュエルだったら多分負けない。そう、ここに落ちちゃった。もう一つ前に行きたい。裏のスペースを狙う、入った、
振り抜いたら入った。いいね。これで点差は3点です。いや、みんな富谷。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。マジでみんな富谷。非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ。おっと、ああ、ダメだ、遅いから取れない。いや、取ってるな。今日2点目のゴールです。さあ、どうだ、これ。ああ。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし、惜しいシーンです。やばいな。やばいな。やばくないんだよ。完全だもん。いかなかったですよね。OK じゃないよ。OK。クロス。さあ、一気にカウンター。いや、さすがにね、ボール出しはね、もう本職だから、こいつね。かなり裏へのスルーパスを警戒してるみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど。確かにスルーパス。打たせたら終わり。シュート。もう打たせたら終わりだからね。何球打たせたら終わり。あと2点というところまで来ました。いや、あと2点もあるんだよ。逆に考えてみる。これ打つモーションまでの前が草々さん、とにかくキレキレでしたね。突破して自分の打ちやすい形に持っていく。ここにスペースがあるんですか。俺は打つ、打つ。ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣。いや、だってスペースめっちゃあって、あそこ見つけてましたよね。あそこは打つでしょ。絶対にあそこは打つ。うまい。富安、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、今日はシュートも打ってますし、得点も決めてますからね。自分で行く。いや、もう全然全然カーブしない。全くカーブしない。シュート前のドリブルも良かったんですけどね。ヨルダン、メンバーチェンジです。さあ、ヨルダン、ベンチに2人の選手が入れ替わります。サイド、さすがにアジア勢には勝てるよな。この辺は厳しく言ってますよね。ただこれがね、カットとかになってくるとね、分かんない。さあ、ここでカウンター。うん、裏を狙っていきます。弱っ。ドルーズボール。うわ、ルーズ。ただあれも怖いからな。うわ、アディソ、アディソ4分。最後に決めたいな。1点ぐらい。さあ、繋がるか。絶好の位置で受ける。ああ、絶好の位置。はい、勝った。 OK。 タッチ終わったところで、あぶね、勝った。はい、なんとかね、3対1での勝利することができました。まあ、よかったね。意外と関係もものに出てたっていうのがでかかったかなと思います。まあ、次回もね、まあ、気になる選手で、まあ、軍団でね、倒していきたいと思いますので、まあ、気になった方がいたらね、ぜひ、まあ、チャンネル登録とね、グッドボタン、よろしくお願いします。